フィリピン南部の都市ダバオにあるショッピングモールで起きた火事で、現地の当局は焼け跡から37人の遺体が見つかったと発表し、いずれも火事の後連絡が出なくなっているモール内の企業の従業員とみて、身元の確認を進めています。フィリピン南部ミンダナオ島の主要都市は、にあるショッピングモールで、23、火事があり、火は商品などに次々と燃え、で発生から丸1日経ってようやく消し、滅られました。火事の後、モールに、24時間営業のコールセンターの、業員37人と連絡が取れなくなっていて、現地の消防当局は逃げ遅れた可能性が、とみて捜索していました。その結果、に、日朝までに焼け跡から37人の遺体、発見し、いずれも連絡が取れなくなって、ルコールセンターの従業員とみて身元の、認を進めています。一方、捜査当局、ウルヤコールセンターの運営会社の、全対策に問題があった疑いがあるとして、今後関係者から事情を聞くなどして多く、犠牲者が出た火事の詳しい原因について、出ることにしています。